皆さんこんにちは。私第33代ミス函館の平井梨沙です。久保川美希です。今日は函館競馬開催と夏の函館の PR に来ました。いきなりスパート6週間、いよいよ6月9日に函館競馬が開幕します。今年は迫力あるレースはもちろん、毎週楽しいイベントも盛りだくさんです。6月10日は女の子たちに大人気のスマイルプリキュアショー、6月17日には旬の芸人ハイハイとジャック・バウアーネタでおなじみのドキドキキャンプが大暴れ。さらに今年は函館市の市制施行90周年、近代競馬150周年の記念の年、アフター競馬キャンペーンと称して競馬場入場券の半券、もしくは外れ馬券と引き換えで函館市内の飲食店の特典がもらえる企画も実施中です。また競馬以外も函館は魅力満載です。競馬場から歩いても行ける距離にある湯の川温泉や函館山からの夜景、さらに6月1日からは名物の舞花が解禁となります。函館競馬に来て楽しい、街に出て美味しい6週間がいよいよ始まります。ぜひ皆様この夏は函館にお越しください。